次は食べるのがもったいないって言いそう。バレた？でも食べない方がもったいないもんね。そうそう、早く食べよう。それではいただきます。うんうん、うん、チョコがたっぷりで美味しい。ほどほどにしないと。そういえば次の練習っていつだっけ？明日？明後日？もう練習日くらいちゃんと覚えててよ。練習は明後日。オッケー、今ちゃんと覚えたから大丈夫。本当に？心配だな。心配なさるな。モカちゃんはこう見えて記憶力いいのである。それは否定できない。モカっていつもぼーっとしてるけどテストの点いいもんね。モカちゃんはやればできる子だからね。それにひーちゃんからお守りをもらってからすっごいんだよ。お守りってガルジャムの時に私がみんなに渡したやつ？そうそう、なんとあのお守りのおかげでテストで100点連発。身長も30センチ伸びました。宝くじも当たって人生上向きになりました。それもこれもすべてひまり様のおかげです。はは、もうからかわないでよ。成績は元から良かったし身長だって全然伸びてないでしょ。いやいや、こう見えてすっごい伸びてるから、ひーちゃんのつむじだって丸見えだよ。うりうり。うわー、頭撫でないで。髪がぐしゃぐしゃになっちゃうってば。どんな髪をしててもひーちゃんは可愛いよ。え、そう？嬉しいな。じゃなくて、もかったら適当なことばかり言うんだから。これでもひーちゃんのこと褒めてるのに、モカちゃんの気持ちが伝わらないなんて悲しいな。まあこのお守りが私たちの友情を守ってくれたってのは本当なんだけどね。え、なんか言った？声が小さくて聞こえなかったよ。さーて、なんて言ったでしょう。返さないで。そう言われると余計に気になる。ねえ、教えて。そうだな、いびつな形をしてるし御利益なんてなさそうだけど、持ってるだけでなんとなく落ち着くなって。離れててもみんな一緒にいる気がしてなんか嬉しい。モカ、モカがそんな風に思ってくれてたなんて、頑張って作った甲斐があったよ。そんなに嬉しいの？そりゃそうだよ。モカが私を褒めてくれることなんてめったにないもん。そっか。それじゃあ今日はひーちゃんをたくさん褒めて死んでよう。本当に？何を褒めてくれるの？それでは行きます。ひーちゃんはいつも元気で明るいよね。ひーちゃんがいるだけでみんなも笑顔になれるよね。そうかな。お菓子作りだって上手だし、頼れるリーダーだし、なんだかんだみんなひーちゃんに感謝してると思うよ。照れますな。意外と不器用な性格。あ、これは意外じゃないか。そんなところもチャームポイントだと思うし。ありがとう。って、え、不器用？あの、えいえい
めてないなって思うけど、定番みたいになってるよね。モカ？それって褒めてないよな。褒めてる褒めてる。ひーちゃんが空気読めたらひーちゃんじゃないし、みんなそんなひーちゃんが好きなんじゃない？嬉しいけどすっごく微妙。でもありがとう。ここで素直にお礼を言えるのがひーちゃんらしいな。